ボー君、リファイト。今日もですね、私なりのダイエットメニューを朝6時半に紹介しようかと思います。まず、取り出したるは、スーパーで売っているいろんな野菜が切って入っているこのパックですね。これがかなり重宝します。やっぱりね、ダイエットメニューを作るときにめんどくさいっていうことによってやらなくなるっていうのを避けるために、こういったものをね、利用するのは、まあ悪いことじゃないのかなと思いますね。こちら98円でございました。そして、たくさんは使いませんけども、加工肉、ウインナーですよね。こちらも簡単に調理できるってことで選びました。この中から、まあウインナーですか、ソーセージですか、これを2本取り出して使っていこうかと思います。で、解凍方法はこれね、普段冷凍庫に入れてるんですけども、解凍方法は2本出してきて、お湯の中に沈めて、柔らかくなってきたら、こう刻んでですね、お肉の代わりに入れるって形になります。それから入れる食材のかさ増しとしまして、パプリカ。パプリカも結構いい栄養素がね、ビタミンとかあるっていうことなんで、これを冷凍しておいて適宜使っていこうかと思います。で、食欲に応じてちょっと入れすぎないようにね、こう、かさ増しで使っていく。場合によっては玉ねぎを刻んだりとか、それからもやしですよね。この中にも入ってるんですけども、もやしも余計に一袋入れて、フライパンで炒めていこうかと思います。そしてですね、普段オリーブオイルを使ってるんですけども、この前紹介いただいた油が来るまでは、油を引かずに、水だけで調理をしようかと思います。私、水だけで調理をすることも結構多いんで、油ほとんど使わないんですよ。で、ですけどね、油を使った方がヘルシーにより作れるのかなってところもあったり、万が一油を使うような場面に遭遇した時でも、例のニュージーランドのオイルを使うことによって、ヘルシーにいけるのかなと思いますので、普段ほとんど油使わない私も、そういうふうに備えておこうかと思います。それでは調理にかかります。はい、まずはソーセージをこうやってお湯をかけてね、解凍します。これで寒い冬でも、まあ5分もすれば解凍して切りやすくなりますんでね。そしてこちらのフライパンには早めに火をつけて、で、残ったお湯をちょっと入れてね、油の代わりにします。あとこうすることによって油は引かなくても焦げつくことなく調理ができるようになるというふうに私の経験則でやってますね。ただし放置しておいたらダメなんで、温めながらちょっと適度にかき回してね、こぶりつかないようにすることが大事です。あと、ダイヤモンド加工のフライパン。これホームセンターで1908円でした。これを買って使ってます。はい、じゃあね、パプリカを最初に入れていこうかと思います。パプリカは、今のね、気分と食欲に応じてこうやって適当に凍ったまま砕いて入れていきますね。で、これはまた、冷凍庫に戻します。はい、そうこうしているうちに、こちらの方ができましたんで、こうやってね、揚げて、これを切っていきます。切るのも特に難しくありません。薄く火が通りやすいサイズに、斜めに切っていきます。包丁もね、普通のステンレスの、よくあるやつですね。で、切ったら、そのまんま、こちらのフライパンにね、投入します。いかがですか。で、これをガチャガチャとかき混ぜていくわけですね。こうやって木のヘラで混ぜながらやると焦げつかずに調理できます。で、多少焦げても美味しいですからね。はい、それでこちらの野菜もこのまま大胆に入れていくようになりますね。はい、こう、ジャーッと入れますね。まあ、時間にしてほんと、3分ぐらいでここまでできちゃいます。あと、適宜ね、残ったお湯があったら、こうやって入れちゃいましょう。で、蓋をして、旨味と水が逃げないようにしていきます。で、その間に今使った、こう調理器具ですか、包丁とかまな板を全部片付けていきますね。はい、ほんと5分ぐらいでここまでできちゃいます。まあ肉類に十分火が通っていないといけないんで、この辺はね、ちょっと蒸らす感覚でやればいいのかなと。で、水分が切れてるでしたら残りのお湯を投入して全て OK ということですね。はい、まだまだいけますけども、もうちょっと蒸らしておきましょうか。こうやって蓋をすると全体に火が通ることと、あとね、焦げつかずに済むんですよ。
ただね、あんまりやりすぎると今度もやしの野菜のシャキシャキ感が失われて、ちょっとね味覚的にもったいない感じがしますんで、ほどほどのところで止めておきましょうね。はい、もういいんじゃないかなと思いますんで、ちょっと味付けにソースをちょびっとつけます。これつきすぎたらね、やっぱ糖質が多いですから、ソースってのはあまりつきすぎないようにした方がいいと思いますね。あとはもう盛り付けに入っていきます。まあ、盛り付けはトングで私はやるようにしております。火は消さないとね。よし、はい、いかがでしょうか。野菜炒め簡単にできますね。ちょっとこう美味しそうでしょう。たくさん野菜がいろいろあって、はい、実際に食べていく作業に入ります。まだ湯気がボーっと立っていてね、モクモクしてるわけですけども、こんな感じでできてるんですよ。出来たてなんで美味しいかと思いますね。いただきます。うん、うん、シャキシャキしてますね。美味しい。味付けも十分なんですよ、やっぱり。で、色とりどりでしょ。うん、まあ今までね、あのマルタイの棒ラーメンだったり、レトルトのカレーや牛丼などをご飯盛り付けてね、いただいてたんですけども、完全に切り替えました、こういう風に。これでいかがでしょうか、ボウ君。まあ、ここの食事だけじゃなくてね、全体的な食事を徐々に見直さないといけないんですけども、一気に変えるとそれはそれですごくつまんない生活になるんで、少しずつ切り替えていって、1ヶ月後とか2ヶ月後には完全なダイエットメニューとかね。あと今寒い時期なんで、プロテインがすごく取りにくいんですよ。プロテインって、ホットのプロテインってあんまりないでしょ。ですんで、トレーニングが帰って軽く汗をかいた時に一気にグイッとね、300とか 400cc ぐらい飲むようにはしようかと思います。このプロテインもまだ別でレビューしようかと思いますけども、うん、まあバランスよく取っていきたいですね。で、コーヒーとかはこれ何、脂肪燃焼効果あるらしいんですけども、私毎日飲んでるんで、多分その効果薄れてきてるんじゃないかなと。カフェインに対する抵抗力が体にできちゃいますんでね。ですんで、この辺はあまり期待できないかなというところがあります。その他何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。